ヘンリー・ミサキの海戦は、アメリカ独立戦争終盤の1781年3月16日、チェサピー・ク湾ンの湾口近くで起こった海戦である。イギリス海軍のマリオット・アーバス・ノット海軍中将が率いる艦隊と、フランス海軍のシュバリエ・デトーシュ・提督が率いる艦隊が対戦した。デトーシュの艦隊は、ロードアイランドのニューポートを基地としており、バージニアで活動しているイギリス軍。 ベネディクト・アーノルド巡将の部隊に対抗するために、大陸軍と共同作戦を取る過程で、チェサピーク湾に赴いていた。デトーシュ提督は、ジョージ・ワシントン将軍から、ラファイエット公爵のアーノルド隊に対する作戦を、支援するためにチェサピーク湾にその艦隊を動かすよう、求められた。デトーシュの艦隊は3月8日に出航し、ロングアイランド東部から出航した。 アーバスノット帝督の艦隊がそれに遅れること2日で続いた。アーバスノット帝督の艦隊は出通し艦隊を追い越し、3月16日にバージニア・ケープスに到着した。数時間の早戦後に両艦隊が戦闘に入り、どちらもいくらかの損傷と人的損失を出したが、艦船は失われなかった。しかし、アーバスノット艦隊は戦いながら、チェサピーク湾に入ることができ、 デトウシュの目的を妨害できた。デトウシュ艦隊はニューポートに戻り、アーバスノット艦隊は、アーノルド将軍部隊への援軍が到着するまで湾を保護できた。1780年12月、イギリス軍来たアメリカ総司令官ヘンリー・クリントン将軍は、ベネディクト・アーノルド准将に約1700名の部隊をつけて、バージニアに派遣し、現地で襲撃を行わせ、 ポーツマスの防御を固めさせた。ジョージ・ワシントン将軍は、ラファイエット将軍に小さな部隊をつけて南部に派遣し、アーノルド隊に対抗させた。ワシントンは、ラファイエットの陸軍とフランス海軍の間にアーノルド隊を閉じ込めようと考え、ニューポートにいるフランス海軍指揮官のシュバリエで当主提督に援助を求めた。で当主は、ニューヨークのロングアイランド東端。 ガーディナーズワンに停泊するイギリス海軍北、アメリカ艦隊がいくらか戦力が上回っていたのでその脅威について心配しており支援には消極的だったアルフレッド・セイヤー・マハンが描いた海戦の概略図イギリス海軍の艦船は黒フランス海軍の艦船は白で示すいくつかの時点での各艦隊の動きは以下の通り A、各艦隊が互いを視認 B 最初の航戦 C、2回目の航戦 D、戦線離脱に。この戦隊が、チェサピーク湾に到着すると、アーノルド隊を支援していたイギリス艦船は、水深の浅いエリザベス川に移動したので、フランス戦隊は追撃できなかった。フランス戦隊がニューポートに戻る途中で、イギリス軍がこの戦隊の動き、この小さな成功に加えて、ワシントン将軍からの激励もあり、 デトーシュは全艦隊による作戦行動を始めることになった。3月8日、デトーシュ艦隊がニューポートから出港するときはワシントンもそこで見送った。この艦隊にはチェサピーク湾に着いたときに陸戦に使うための1200名の兵士を乗せていた。マリオット・アーバス・ノット海軍中将はイギリス海軍北アメリカ艦隊の総指揮官であり、デトーシュが何かを企んでいることに気づいていたが、 3月10日になって出トし艦隊が出航したことを知り、即座に追撃のためにその艦隊を率いてガーディナーズワンを出航した。その艦船は同走交換だったので速度が出せるものであり、風向きも良かったので3月16日にヘンリー・岬に到着したが、出トし艦隊よりわずかに先行できた。両艦隊ともにその戦列に8隻の艦船を 並べていたが、イギリス艦隊の方が火力の点で上回っていた。大砲90門搭載の HMS ロンドンが両軍の中で最大の艦船であり、フランス艦隊の中には先に捕獲した大砲44門搭載のフリゲート艦ロムルスが両軍では最小の艦船だった。アーバスの島は3月16日午前6時にヘンリー・岬の東北島約40海里の位置で、 フランス艦隊を北東に指認した。アーバスノット艦隊が方向転換し、デトウシ艦隊もアーバスノット艦隊が見えたのでその、艦船に風を受けた西向きの戦列を組むよう命令した。午前8時から9時までに風向きが変わり始めたが、視界は悪いままであり、両艦隊は数時間にわたって風上に回ろうと送還を続けた。午後1時までに風向が北東よりで安定し、 相関に優れていたアーバスノット艦隊がフランス艦隊の後に着いた。両艦隊とも風向きに対して植えて回しに変えて東南東に向かっていた。デトウシュは敵艦隊との位置づけを改善するためにその艦船に順番に方向転換するよう命令し、その戦列を前進してくるイギリス艦隊の正面に回り込ませた。この相関で風上を取ることを諦めた形になり、 アーバスノットにこの折り点を利用して攻撃開始を決断させることになったが、デトウの艦船は荒海の中でカカンパンの方向を開けられる位置づけとなった。イギリス艦船はカカンパンに海水が浸水する可能性があるのでそれができなかった。マリオット・アーバスノット提督、アーバスノットはそのフランス艦隊の総艦に対してその艦船に下手回しを命じた。 戦列戦闘の艦船が相関したとき、フランス艦隊の法律に身をさらす形になり、かなりの損傷を受けた。ロバスト、ユーロパ及びプルーデントがその後や偽装に受けた損傷で、事実上相関不能になった。アーバスノットは、戦列維持の信号機を上げたままにしており、イギリス艦船は損傷を受けた艦船の後ろに並んだ。この時点で、デトウシュは再度その艦船に順番に、 下手回しを行うことを命じ、イギリス艦船にもう一度損傷を与えた。ロンドンのトップスルヤードが飛ばされたので、その後は東に方向を転じた。フランス艦隊の人的損失は、戦七72名、負傷112名だった。イギリス艦隊は、戦死30名、負傷73名だった。アーバスノット艦隊がチェサピーク湾に入ったことで、下投手艦隊の任務だった。 大陸軍との協業を妨害した。出投し艦隊はニューポートに戻った。アーバスノットはアーノルド隊への援軍に0 0 0名を送り届けた後、ニューヨークに戻った。アーバスノットは7月に高齢と慢性病を理由に艦隊司令を辞職し、イングランドに戻った。これはクリントン将軍との間に続いていた難しく非生産的な関係を終わらせることでもあった。 ワシントン将軍はこの作戦が失敗したことに不満であり、出等症を穏やかに批判する手紙を書いた。この手紙は途中で横取りされ、イギリスの新聞に掲載されて、ニューポートに駐屯していたフランス陸軍指揮官、ジャンバティスト・ド・ロシャンボー伯爵のワシントンに対する批判的な反応を助長することになった。5月にニューポート基地の指揮を取るために到着した。 フランス海軍のドバラス提督はデトウシュが敵艦隊への攻撃を続行できなかったことを正当化した。海軍史カールフレッド・セイアーマファンはこのリスクに対する憲悪感はフランスがこの戦争における成功を必要としていたことを説明できると指摘している。ラファイエットはフランス海軍が失敗したことを知ると北に戻ってワシントン軍と合流しようとした。 ワシントンはアーノルド隊に援軍が到着したことを知るとラファイエットにバージニアに泊まるよう指示した。ラファイエットを支援するためのフランス軍の作戦は失敗したが後のフランス海軍のドグラス提督による作戦行動では9月のチェサピーク湾の海戦における勝利で頂点に達しヨークタウンを海上を封鎖する道筋ができヨークタウンでチャールズ・コーンウォリス将軍のイギリス陸軍を 包囲することになった。この回戦は、アメリカのシンガーソングライター、トット・スナイダーの歌、ヘンリー・ミサキのバラードに記念されている。バージニア州ヘンリー・ミサキ記念碑には、チェサピーク湾の戦いを記す名版があるが、このヘンリー・ミサキの戦いを認めるものはない。以下のリストで、基本的な情報は中期ない限りモリス星によった。名は中ない限りマハンにより、損失は、 ラピーラウズによった。マハンとラピーラウズが挙げる損失数は一致していない。マハンはイギリス軍の損失が戦死30名負傷73名としており、フランス軍の損失は戦死72名負傷112名としている。出当主がどの間に乗り機関としたか、資料により異なっている。英語の資料ではネプチューンに乗っていたとしており、ラピーラウズは デュック・ド・ブルゴーニュとしている。デュック・ド・ブルゴーニュは、デトーシュの前任者、シュバリエド・ターネーの機関であり、この時デトーシュは、ネプチューンの艦長だった。ターネーの死に伴って、トデトーシュが、デュック・ド・ブルゴーニュに異常した可能性がある。ありがとうございます。